はい、皆さん、こんにちは。フォートナイト考察のたくまんです。今回の動画は、公式から発表された、チャプター2、シーズン6の予告ティザー動画の紹介と解説、そして、その考察となります。1、ゾンビの登場。今回の予告ティザー動画は、エージェント・ジョーンズのリアリティログ形式となっており、そこに、たくさんの写真が登場します。まずは、こちらの画像を見ていただきたいのですが、なんと、ここに、あの、 チャプター1で登場したゾンビの体が映っているんですよね。フォートナイトにおいてゾンビはチャプター1のシーズン6にてキューブによって汚染された場所から発生していました。そのゾンビが登場するということはやはり以前から考察していたようにチャプター2シーズン6このキューブが登場すると考えて間違いないのではないでしょうか。2 新武器、ブラックドラムショットガン。次に、こちらの画像。この画像に映っているのは、フォートナイトにおける、もう一つのモード、世界を救えに登場する、ブラックドラムショットガンと、非常によく似ているんですよね。なぜ、このショットガンと気づけるかというと、実は、チャプター2、シーズン5のティザー画像にて、リースがブラックドラムショットガンとよく似た銃を持っており、 自分はエキゾチック武器としてブラックドラムショットガンが登場するのではないかと考えていましたがシーズン5では登場することがありませんでしたそしてその伏線が今回このブラックドラムショットガンの登場として回収されるようです3チャプター1のジョンジーこのティザー画像にてジョンジーが何度か登場しますがここに映っているジョンジーは チャプター1、シーズン9のオープニングトレーラー動画にて、バンカーから出てきたバンカー・ジョンジー。そして、チャプター1、シーズン10のオープニングトレーラー動画にて、ゼロポイントの爆発に巻き込まれてしまい、過去に戻ってしまう途中のジョンジー。最後に、チャプター2、シーズン5のオープニングトレーラー動画にて、赤い電話を持っていた、現実世界のエージェント・ジョーンズ。 これまで自分はエージェント・ジョーンズが赤いネクタイを腕に巻いたり、スーツの袖を破って袖がない状態になるなど、このエージェント・ジョーンズがチャプター1のジョンジーになるのではないか。誰もループから逃さないために働いているエージェント・ジョーンズがループに閉じ込められてしまい、ジョンジーになってしまうのではないかと考察していましたが、もしかするとそれが 現実のものとなるのかもしれません。今回のリアリティログのジョーンズの言葉を聞いてみます。これまでずっと録音して残しておいたリアリティログに対し、もうどうでもよくないか、と、いきなり自暴自棄になっているジョーンズ。聞きもしないログを残して、一体何の意味があるそもそもこのリアリティログは誰のために、何のために残していたのでしょうか エージェントであるジョーンズが自分が所属するイマジンドオーダーのために記録として残していたのかいや、もしかすると、チャプター1にてセブンのビジターが次のループの自分、ゼロポイントにより記憶をなくしてしまう自分のためにテープに自分の音声を残していたように、このジョーンズもまた記憶をなくしてしまう自分のためにリアリティログとして記録を残していたのではないでしょうか エージェント・ジョーンズは、この任務に失敗してしまうと、自分がループに取り残され、ループから逃れられなくなることを知っていたのかもしれません。そして、ゼロポイントの制御を失った。それが、どういうことかわかるか。わからないだろう。何もしてないからな。これは、でも、ゼロポイントが露出したの。中へ入って、と、ジョーンズに命令していた女性への当て付けでしょうか。 エージェント・ジョーンズはイマジンド・オーダーの組織の中で上の立場にいるのではなくただ組織の命令に従い任務を実行しているだけの実行部隊捨て駒のような形で使われていたかわいそうな人物なのかもしれません俺はオーダーに命を捧げた全てを捧げたんだやはりジョーンズはイマジンド・オーダーという組織のために 自分の命を張ってでも働いていたことがわかります。何のために現実が終わるのを指をくわえて見るために。ジョーンズが自分の命を捧げてでも働いていた理由は現実を救うため。現実を救うために何らかの理由があり、誰もループの世界から逃さないようにしていた。現実のために仮想世界に住む人々を管理していたことがわかります。やはり、 以前から考察していたように、現実世界はストームに覆われてしまい、世界滅亡の非常に危険な状態にあるのではないでしょうか。俺たちは諦めちゃいけない。少なくとも、俺は諦めない。俺は変わったんだ。不安定化したゼロポイントの制御を失い、自暴自棄になりかけたジョーンズですが、俺は諦めないと決意を固め、今後もイマジンドオーダーのため、いや、 現実を救うため、命を張って戦うようです。5. 狼男。チャプター1のシーズン6に登場した、あの狼男がここに映っています。この狼男の名前はダイヤ。実は、この狼男、元はこのような人間のスキンなのですが、経験値を獲得するとともに、このような新しいスタイルを手に入れることができます。 それがこのハーフウルフ。そして狼男。この狼男はダイヤという人間が狼男に変身した姿なんですよね。そしてこのダイヤの人間の姿、狼男の姿、よく見てみると頭に赤いネクタイを巻いています。そう。これはあのエージェント・ジョーンズがしていた赤いネクタイなのではないでしょうか。 先ほどエージェント・ジョーンズはリアリティログにて俺は変わったんだと言っていました。この言葉は俺たちは諦めちゃいけない少なくとも俺は諦めないの後に俺は変わったんだと言っていますのでもちろん諦めてしまう弱い人間から諦めないという強い意志を持った人間に変わったという意味で俺は変わったと言っているのかもしれませんが とんでもない伏線を回収してくるフォートナイトのストーリー。もしかすると、このエージェントジョーンズは現実を救うため、もしくはゼロポイントの影響により、狼男に変身してしまうのではないでしょうか。6. デバウアーの腕。こちらの腕、狼男の腕のようにも見えますが、あの、チャプター1、シーズン9で、 ピンクマロボットと戦った一つ目の怪物の腕とも非常によく似ているんですよね。こちらの画像と合わせて狼男であるダイヤのスキンを示唆しているものなのでしょうかそれとも狼男とは別にあの一つ目の怪物がストーリーに関わってくるのでしょうか狼男だけではなく一つ目の怪物まで出てくるのならチャプター2シーズン6 とんでもないカオス状態になりそうです。7ネイマールコラボこちらの4枚の画像については、この動画を作っている時に、公式より発表がありました。サッカー好きにはたまらない、あの超有名なサッカー選手、ネイマールとのコラボを示唆しているようです。ネイマールの背番号10、ネイマールのユニフォーム、そしてネイマールのサッカーボール、シーズン6でも コラボはあるようですが、シーズン4やシーズン5などと違い、コラボメインのストーリーではなく、我々考察好きにとっては嬉しい、フォートナイトオリジナルのストーリーが繰り広げられるようです。これからシーズン6が始まるまで、毎日シーズン6の新しい情報が更新されてくると思いますので、しっかりね、解説動画、考察動画をアップしていきます。 フォートナイトが好きな方はね、ぜひチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。